校長の裏に、履正団の裏には新庄監督の教えがあった、引っ張る意識を持ちなさいと言ってきた。19日、日本ハムの石井が真ん中外角の直球を思い切り引っ張った。ライナーでライト席に達する3号ソロ。歓喜に沸くベンチ、万歳する新庄監督とタッチを交わした。石井、意外と強くたたけたなって感じです。あんなに飛ぶとは思わなかったです。風も結構味方してくれました。新庄監督は、長打を打てるセカンドってめちゃくちゃ魅力と評価。石井には、この2年間ずっと引っ張りなさいと言ってきたと明かす。5月31日に登録抹消、その際にも、ポイントを前にして引っ張る意識を持ちなさいとアドバイスを送り、実践して戻ってきた石井は、土壇場で師の教え通りの打撃を披露した。これにネット上では、石井選手って暗いイメージだったけど、明るい雰囲気になって2軍から戻ってきた。鎌ヶ谷から見に来ていた後輩さんたちも、しばらく一緒にやってた石井選手の活躍に、たくさん希望をもらったんじゃないかな。他の球場は左右関係ないけど、ZOZO の風とエスコンのフィールドの形を考えると、長打を打てる左打者は絶対必要になってくる。今ホームランを打ててるメンツがいずれも右打者なだけに、石井選手にも状況次第ではあるけど長打を期待したい。ポイントを前にして引っ張りなさいという言葉を体現したようなホームランはお見事でした。ヒット1本打つのも難しい試合展開の中で飛び出した一発。得点圏でのタイムリーヒットが出ないと嘆いてきたけど、ホームランのありがたみを改めて確認した試合でした。郡司選手を含めありがとう。